ミュージアムショップの一例ミュージアムショップとは、博物館や美術館内に設けられた販売店舗のこと。講義には動物園、水族館、植物園、資料館、文学館等の売店を示す場合もある。元来は開催中及び過去の展覧会カタログを販売するスペースであった。それが次第に拡大し、研究企業などの観光物をはじめ、 オリジナルのミュージアムグッズ、関連する一般書籍、洋書、他の美術館等のミュージアムグッズ、展覧会、または美術作品としてのポスター、美術作品等を取り扱うようになってきている。日本のショップには物産店程度の扱いしかしていないところもあるが、本来は来館者へのアフターフォローの位置づけもあり、見学後の定着、関心の向上、維持が図れるように、 オリジナル商品の開発、百貨店等への納品、インターネットによる通信販売を行っている例もある。これらにより、ミュージアムショップは、博物館の収入源の一つにもなっている。リピーターの確保のためにも、こうした役割は重視していかなければならないとされ、近年では、図書室やレストランカフェと並んで、博物館、美術館にはなくてはならない付帯設備となってきている。 博物館や美術館の付帯施設であるため設置場所は同一敷地内である場合が多い。入館料を犯すところは入館しないとショップに入れないところもある。運営主体は博物館や美術館の直営、関連団体、外部委託など様々である。ありがとうございます。